涙袋のキラキラ世界一に合ってるって、え嬉しい、ありがとう。はい、今日は 3.11 東日本大震災の日ということで、あとは AKB48 グループで配信、やっぱこのご時世なので配信を通してなんですが、はい、今年も今年はね生配信させていただきました。はい、AKB の YouTube のライブとかで多分流れてましたね。あとあとそう、ちょうど今日生写真撮影だったので、そう生写真撮影終わってやってきました。はい、で今日もちょっとな生写真撮影終わりでな、結構何着か10着以上来て撮影したので、あの髪もね巻いたりして、ゆうちゃん髪も巻いたりして、ちょっと髪の様子があんま分かんないんですけど、髪をねちょっと整えました。でもちょっと髪巻いてるからあんま分かんないですよね。前髪もねちょっとだけね切ったんですよ。あとイブが愛犬がちょっと、あ怖い、愛犬がちょっと、愛犬が、あ降りたいのかな、ちょっと愛犬が多分降りたいみたいですね。よいしょよいしょ、イブちゃんマックスはひづめを噛んでいます。はい、よいしょ、ピンクない、あこれはハムスターです、ぬいぐるみです。うん、イヤリング本当に可愛い、ありがとう、これファンさんからいただきました。可愛いですよね、ありがとうございます。よいしょよいしょ、カチャカチャ、ファンさんいただいたやつ。はい、マックスとイブね歩こうと可愛い、あーでしょあのなんでコトコトコトみたいなですよね、可愛い。で今ちょうどあの撮影も終わったので、落ち着いてショールーム配信しています。うん、髪よく本当に伸びたんですよ。なんか本当に最初はねここら辺だったんですけど、もう結構伸びた。そうもうだいぶ伸びましたね。なんか短いの短いのであっという間だったなっていう、楽しかったなっていう、うん、感じです。そう懐かしいね、これ可愛いですよね。これも可愛いし、これもファンさんからいただきました。リングも、リングとか、あの小物系好きなんですよ。マックスの足音でしょう。あ、ミクちゃん久しぶりに、この間劇場のガチャしたらミクちゃんのシール当たって携帯に挟んどるよ。だってマジありがとう。なんかさ最近さ携帯に挟むやつめっちゃ人気ですよね。そう携帯挟むやつ人気。前髪がねなんかでも不調なんです、前髪がうねっちゃって、前髪がうねっちゃって不調なんです。前髪の不調はもう顔のコンディションの不調だから、ミクで言うと前髪って大事ですよね。ちょっと薄くなったんで分けます。はい、うん、プリクラ入れてる、だってマジ。なんかさ私もなんかチェキとか入れてた。もうちょっとさこれ後ろに下げますね、こうしてこうして後ろに下げます。よいしょ、なんか
久しぶりにこの場所から配信するから変な感じ。はい、そこまで調子悪くないやん。ミクにとってはね、調子が悪い前髪ちょっといつもと違う件かな。ちょっと今だいぶ整えれたけどって感じです。不調かける不調、それでもかい。岡部さん最近めっちゃずっと来てくれる、嬉しい、ありがとうございますめっちゃ最近来てくれる、ありがとうございますお化粧綺麗ですね、ありがとう、嬉しい。ペッペッペ、袖が可愛いんだって。そう、あのね、ハートいっぱい、これよく最近来ちゃってるんだけど、ハートちゃんなんです。可愛いですよね。マックスが下で遊んでます。うん、初見だと思ってたら初見じゃなかった。だってショールームいつから始めたんだろう。もうずっとね、マックスがひずめで遊んで、中学ぐらいから、もうね結構ねやってますよ。何年もずっとやってる。マックスがずっと遊んでる。可愛いでしょ、足音。メイク大人っぽいです、ありがとうございます。嬉しい。あ、マックスが遊んで遊んでって来た。マックスが遊んで遊んでって来ました。マックス一人で遊んでたけど、あどうしたどうしたねえ、どうしたどうした、マックス、うん、まあはいはいはい。あ、なんか星みたいなやつが降ってて可愛い。ナックス来ちゃーって。そう、なんかさ、久しぶりちょっと友達の家をってけんさ、もう久しぶりに愛犬とってさ、やっぱ久しぶりに会うとね、いつもよりもね犬アレルギーが発生しちゃうんですよ。だからちょっと犬アレルギーがちょっと出てます。首元がちょっと出ちゃってかゆいです。痒いです、はい。マックスかっこいい。え、本当喜ぶよマックス。はい、うん、マックスくん元気です。元気だしね。あ、サシコちゃんだ。え、かわいい、サシコちゃん。え、かわいい。え、これサシコちゃんかな。え、違う、サシコちゃんじゃない。え、ミク待って、サシコちゃんにめっちゃ見えたけど誰なんか CM ヘアのサシコちゃんにめっちゃ見えた。マックス元気だし、今日もねお家帰ってきたらねお出迎えしてくれてね。でもマックスは本当にあの強引なんですよ、チューが、うん、でもなんかね、誰か人慣れたら強引なんだけど、なんかねわりかし猫かぶるんですよねあ、そう、あと破壊王マックス、なんかさ本当にね、マックスはもう本当に破壊王マックスなんですよ。家のなんかタンスがあるんですけど、タンス穴を開けられたんですよえって、こんなことあるって思うじゃないですか。穴開けられました。タンスに穴開けるってすごいよね。ね、すごいよね、本当にね。びっくりびっくり。反抗期なの？いや、まだパピー犬だから、まだ多分赤ちゃん、1歳になってないからね、まだ赤ちゃんだから。よくイブとかだって、4歳とか6歳とかでもよくね、自分の首輪噛んでたりしてました。取って。なんかそこら辺のものいろいろ噛んでた、靴とか。だからマックス、まあまだ続くと思いますけど、破壊王マックスです。ダメ、イヤリング買った。イヤリングもリングもね、ファンさんが送ってくださったやつ、
です。ありがとうございます。家がボロボロになってない、その通りだから、あんまりね噛まれたらやばいものはもう置かないようにしてるんですけど、タンスはどうにもできないじゃん。もうやられています います。しかもゲージに入れると吠えるから、なんか大変です。なんかこんなにワンちゃん飼うのって大変だったっけって思うくらい大変、うん、ミクリンのつけてるものほぼプレゼント、うん、ほぼファンさんからのプレゼントです。あ、ちなみにこの上のこの服もファンさんからのプレゼントです。ありがとうございます。今日のミクリン大人っぽいって、あ、みんなに言われる。多分髪のせい、髪と髪ちょっと軽く巻いてたからまだ残ってるけど、髪とあと前髪かな、前髪がこういう感じだから。そう、なんかね本当にファンさんはねセンスがいいよ。ファンさんのもうファンさんが送ってくださるものはもう全部可愛いですし、本当にセンスがいいので、なんかとりあえずファンさんが送ってくれたお洋服とか着とけば可愛いって言われますとりあえずね、とりあえずファンさんが送ってくれた服着とけばなんとかなる、おしゃれって言われる。こまり眉、あのね、こまり眉ではない、ピシッてやったらなんかこまり眉ではないと思うけど、でももともとなんか目がどきついので、私なので、あのこういう眉毛はね結構睨んでる風に思われちゃうんですよ。でも最近ちょっと目を使うことが多くて、なんか SNS とかだったりとか、なんか文章を考える仕事とかなんか調べたりすることとかも多くて、なんかわかんないなんかこととかで、なんか結構最近やっぱさ、なんかこう公園とかもう照明とかで目も疲れちゃうんだけど、やっぱね目を使うことが最近多くて、こうなっちゃう、うん、うん、そうそう、目をこうやってしちゃうから、そうなんです。うん、あ、マックスどうしたの、どうしたのマックシュ、どうしたのマックシュどうしたのマックス、落ち着くね、ここはマックシュは、お姉ちゃんのこと好きね。お母さんも言ってました、多分マックスは家族で一番ミクが好きだよってね。本当かな、マックシュ、ミクのことが好きか。多分あんまり会えないからもの珍しいんでしょうね、私が。よいしょ。そう、ずっとそう、私が福岡にいた時とか、マックスたち、マックス熊本で買ったので、熊本でね、家族がずっと育ててたから、多分私がもの珍しいんだろうな。あ、こら、マックスダメでしょ、あー、ダメだよー、マックス、あなたさっき布団壊そうとしてたでしょ、ダメですよ布団を壊したらうーん、ダメってば。マックスは本当にキスマなんですよ。あ、はい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 、もう見てください、本当にどんだけ甘えん坊なんていううわー、マックスダメだって、壊すまいでー、こらー。しかも私今ね空気ベッドなんですけど、爪がマックスとイブの爪がさ布団に当たると、シューって風船みたいに空気が抜けちゃうから本当に大変です。あー、こら、揺れるでしょ皆さんやっぱワンちゃん買うのって大変ですね。しかも特に赤ちゃん、ワンちゃんはね、暴れん坊さんだったら大変ですよ。マックスはすごい甘えん坊さんなんです。
散歩はミクニが連れてくの。散歩はおばあちゃんとお父さんが、私が仕事でできない時やってくれるって感じなんですけど、私が仕事で休みだった時とかは、あの2匹愛犬いるんで、おばあちゃんと一緒に散歩したりだとか、まあたまに1人で2匹持って散歩したりとかって感じです。まだあの前ね、1回すごい大変だった時があって、1人でマックスとイブの散歩してたら、あのまだそこまでマックスがあんまり散歩に慣れてなくって歩けなかったんですよ。なんかあんま歩きたくないっていうか、なんかみたいな感じで。そうなんです。だから結構大変で、やっぱそのまだその慣れてない時は、クリスとイブの時は慣れてたからいいんですけど、まだ赤ちゃんで慣れてない時はね、2人かな、おばあちゃんと行ったりとかお父さんと行ったりとかって感じです。抱っこ散歩、そうね、最初の頃はもう本当に歩かんかったら抱っこするか、でも抱っこするとチューが激しいんですよね。抱っこするか、イブの歩いてるところはついていくから、まあ、イブを前に歩かせて後ろからマックスがイブの歩いてるところを追いかけるって感じです。ダックスはね、性格的に甘えん坊な子よですよね、人懐っこくて。でもだからなんかダックスって人気なんだろうなと思います。結構どこもダックスは結構人気、スマックスキスマ、そうなんですよ。リップめっちゃありがとう。リップもう仕事終わって取れてきたからね、家用のリップを塗ったんです。拾い癖とかない、めっちゃある。そうそれも困ってて、マックスって本当になんかさ、道端にさ、なんかちょっとした紙でも落ちてたらそれ噛むんですよ。でなんか食べ物って思ってるのか噛むのか分かんないんですけど、本当に拾い癖がやばくって、なんか見つけたらすぐ噛んじゃうから、そこ困ってるんですよね。家でもなんか特に、そう家でもやばいんですよ。というかなんか、なんて言うんだろう、なんかね葉っぱとかあるじゃん。なんかその公園とかで行くと、散歩するとさ、公園のさ雑草とかをさクラッてさちぎってさ走るんだよねなんかさ、バラでもないんだけどさ、なんか口になんかさ葉っぱくわえて走ってるからさなんかすごい、あのなんて言うんだろうな、なんかすごいイケてる、風に浴びてなんかすごいリード引っ張られるみたいな感じになっちゃう。そうマックスは結構葉っぱをくわえて走る癖があって結構やんちゃなんですよね。わんぱくですマック。もうね、さっきまで暴れてたじゃないですかマックスね。さっきまでマックスが暴れてたんですけど、ちょっと皆さん見てください。今起きたんですけど寝ましたさっきまで寝てたのに、もう眠いんだろうな、はしゃぎすぎたんだろうな寝るかはしゃぐかのどっちかなんだよねちょっと起きちゃった寝るかさ、本当にさはしゃぐかのさ、どっちかだからさなんかおとなしくなったなと思ったら寝てるんですよね。毛並み綺麗って、ありがとう。毛並みはあれです、あのね、なんて言うんだっけ、短いやつ、そう毛並みね短いの、うちのワンちゃんは。なんて言うんだったっけな、なんかね、そう毛がもともと短い、そうスムースダックスなんですよ。でもなんかさ、スムースだからあんまりその毛が抜けないのかなって思ったんですけど、意外と普通に毛抜ける、スムース毛抜けるし、意外と毛抜けるんですよね。
そうだからでもスムースだからすごいサラサラです、とても。とてつもなくサラサラです。そう、ワンちゃん可愛いですよね。可愛いワンちゃん多い。癒しです。なんか帰ってきてワンちゃんいて、なんかはぁ癒されるみたいな感じです。可愛い。いろいろ大変そうやなって。そうなんですよ、もうワンちゃん飼うとね大変なことが多いんですよ。なんか結構もう本当に大事なもの噛まれちゃうから、なんかお気に入りのぬいぐるみとかバッグとか結構噛まれちゃうから悲しいですね。まあしっかりその噛まれないところに置かなかったのが悪いんだけど、大変なんだよ。うん、うちもダックス飼ってるからミクリに共感。大変だよね。ミクリンマックス相手だと、相手だとママっぽくなるって。いびきかいとるマックス聞こえる。え、めっちゃ見てほしい。でもね動かしたら敏感なの、すっごいすぐ起きるの。本当にすぐ起きるの。マックスを起こさないように起きるってことが無理なの、一緒に寝てて、ね、ずっと寝てんの、ずっといびきかいてるんだよ。可愛いから聞いてほしい。待って。あ、起きた。起きちゃった。でも可愛い。起きちゃった。あ、目開けてる。起きてる。ダメだダメだダメだ。あ、起きちゃった起きちゃった、やばいやばい、起きた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 起きちゃった、起きちゃったあー起きちゃったね、起きちゃったね。マックスは起きてからすぐそばに誰かいないとダメなんですよ。なんかこういう風によしよししないとね。え、起きちゃったね、起きちゃった。だだ、どういう夢見てたんだ、起きちゃったねえ、起きたね、目覚めたね、寝てたね。そう、すぐ起きてね、なんかこうそばにね、ダメ、すごい寂しがり屋なんです。起きちゃったね、うん、起きちゃった起きちゃった。これ今ね配信中起きちゃいました。もうみんなに聞かせたかったね、いびき。なんか可愛いんですよ、なんかうーって言って。でも起きちゃいました。どうしたん？よしよし、起きちゃいました。でもちょっといびき、いびき聞こえたかな。可愛いんです、すごく。聞こえました？本当？まあ聞こえたならよかったです。いびきちょっとだけ聞こえてよ。だって本当よかった。あ、ヘルシアさん、たまありがとうございます。私ヘルシア大好きよくあのダイエット中お世話になってます。ヘルシアさんありがとうございます。あれれ、ヘルシアアットナアットマークナッピガチ恋神推しだって。え、たま投げてくださってありがとうございます。え、いいんですか。あ、ちょっとすいません、ワンちゃんが邪魔して、あ、ごめんなさい、ワンちゃんが邪魔して角度邪魔される。あ、ワンちゃんが、ワンちゃんが邪魔しちゃう。え、いいんですか。え、ヘルシアさんありがとうございます。ヘルシア、ヘルシア
ットマーク、ナッピーガチ恋神推しさん本当にありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。はい、本当にいいんですか、本当にいいんですか、ありがとうございます。ちなみにここはあの田中美久のショールームなんですけど、これで間違えちゃいましたかね、なんか大丈夫ですか、大丈夫ですか、本当にここでここ田中美久の配信なんですけど合ってます、合ってる、大丈夫、大丈夫ですか怒られないですか、間違えました、大丈夫ですか、ごめんなさい、なんかここあの返金対応とかできないんですよ、本当にごめんなさい。でも本当にありがとうございますありがとうございます。間違えましたか、それはドンマイです。まあ致し方ないですよね、まあついつい私の配信開いたら指が勝手に間違えちゃいますよね、押したくなっちゃうみたいなことですよね、まあ考えるよりまず先に行動に出ちゃうみたいな感じで、もう好きってなったら考える前にまずもう指が勝手に動いちゃうみたいな感じで、まあ運命ですこれも。はい、ヘルシアさん、これは運命です、ありがとうございます。ミクリンがね可愛かったね、投げちゃう、ありがとうございます、嬉しいです。ちなみに田中美久ちゃんは何番目に好きですか、誰のことを一番目に愛してるのか教えて、あ、ナッピーって感じですよねそんなの分かってます。では、あ、まあ、田中美久さん一応何番目に好きなのかなと思って聞きました、ありがとうございます。一番目、俺は一番だよ、だって煽ってきたの草ごめん、近くみくりの隠れ番です、ありがとうございます、こんばんは、タワー投げたのに質問、お疲れ様、お疲れ様です、かわいすぎ、2番ですごめんなさいって、いや KSK さん逆に1番誰、誰ですか、もちろん1番、ありがとうございます、逆に1番気になっちゃいますね。3番目爆笑、マジですか、ゆりなちゃん、嘘でしょ、みくりんのだってさアバターじゃん、嘘でしょ、ヘルシアさん1番です、ちょっと田中ミックさんからの圧を感じてしまいましたが、1番ですか、ありがとうございます、ヘルシアさんありがとうございます。私もなんだかんだ お茶の中で一番私のこと愛してるのはヘルシアだと思ってます、ありがとうございます。まあありがとうございます、すごい気使ってる気使ってる、ありがとうございます。一番はまいちゃんです、あ、今日の天気は私にお任せですね、今日の配信の髪型迷ってます、分けるかこっちかさ、分けるの本当に珍しいの、私普段本当に分けないから普段パッツンですよね、だからね本当になんか珍しくて大丈夫かなって感じなんだけど、こっちかね、こっち、こっちで迷ってるんだよね、あれなんかそううねっちゃう、なんかこうなっちゃうんですよね、バツになっちゃうんですよね、ほらこれはまっすぐなのに、これがこっちに行きたいって言ってるから、
化けた方がカッチリしてる気がするですかね。あ、メタタワーが来ました、ありがとうございます。こっちがなんか今日はちょうどいいみたいですね。なんか前髪がしっくりきてるみたいです。こっちの方がありますよね、前髪の気分。あ、もちもちはカラオケに振られがちカラオケにも16歳にも振られがちってことで合ってますか。カラオケ、あー、もちもちありがとう、とはありがとうございます、ありがとうございます。もちもち大丈夫、え、私本当にもちもちの財布がすっからかんにならないかめっちゃ心配ありがとうございます、ありがとうございます。大丈夫ですか、すっからかんにならないかな、本当に大丈夫ですか大丈夫かな。本当にタワーありがとう、大丈夫大丈夫、気にすんでない、気にすんでないって、優しい、本当に優しいわ、ありがとう、嬉しい、ありがとう。あ、前髪可愛いですね、だって、あ、やっぱりやっぱり前髪可愛いと思って投げてくれましたありがとうございます、ありがとうございます。今日なんか前髪がこう、これがいいみたいです、前髪の気分で、これがいいみたい。ちょっとミクは気に食わない、いつもなんか前髪分けんけんさ、めっちゃ方言分けんけん、なんか変な感じです私は。でもあんまりなんかこうさ、配信越しにこう髪を触る癖を直したくて、自分はでも直らないわ、なんかさ、なんかあ、ブサイクって思っちゃう。うん、でもこうなんかわざわざ投げてくださって本当にありがとうございます。負け髪ミクにつけ、本当よかったですそれは。うん、あ、質問どうぞって来ました。質問ですか、うん、そうだな、今日の朝ごはん何食べました今日の朝ごはんは何を食べましたか、ちょっと聞かせてください。メロンパン、メロンパン美味しい。聞いてどうする、なんか聞いてどうすることもないんだけど、なんか食べてない、ここ、食べてないの、お腹空かない、じゃあ今日のお昼は何食べたの。なんかさ、私ね、あのよく聞くんです、な、今日の朝何食べたのかなとか、結構メンバーに毎日聞いちゃうかも、結構気になるんですよね。みくちゃん何気に応援してます、初見でしたって、ありがとうございます、やった、もしかして朝タワー立ててるからかな、食べてない小声だって、本当にもしかしてタワー投げちゃったから食べてない、食べてね、体壊さないでね、体壊しませんようにパーソナイでください。みくちゃんまあまあ応援してもいい、がっつり応援しろい誰や、やたろうさん、かわいいアバターしてるじゃないか、やたろうさん、その犬になりたい。みくは何を食べたの。そう、ずんだシェイクめっちゃ飲みたいっていう、あ、ただの願望だ。朝はね、朝食べてない私も食べてないや、朝私はあんま食べない人なんです、実は朝お腹空かない、朝と昼兼用なんです。はい、
寂しい。コーラ？あ、また何何何タワー祭り。みぞのさんだ。みぞのさん、タワーありがとうございます。みぞのさん。え、みぞのさん。あ、ミクリアアバターだ。ミクリンワールド、ありがとうございます。水野さんコメントしてくれてる、ありがとうございます。前髪可愛いんで笑え。自分の中では前髪不調だから分けてるのに、みんなは前髪分けてるの可愛いって言ってくれる。前髪ね、もう見てここでね、なんかパッカリパッカリパッカリは、どうもロバート秋山です。パックリ分かれちゃうのだからね、こうなんかこうやったらさ、なんかいい感じになるかなって思って、まあ、分けてるんだけど、逆に不調でよかったのかな。本当ですか。本当。前髪分けると大人っぽいよ。ありがとうございます。やった。あんまなんか見慣れないから、ちょっと見慣れないから。センター分けはちょっとやだって。本当ですか。え、でも癖でなんかほら、いや、なんかパッツンにしようと思って、いつもパッツンなので、でもなんかちょっとこうなっちゃうんですよ。なんかこうなっちゃうから、まあまあセンター分け。どうもロバート秋山です。あのね、最近はね、どうもロバート秋山です。でもちゃんと大人っぽくしようと思ったらできるんですよ。ちゃんとセンター分けでも何っぽくやろうと思ったら、うん、どうだ、なるかな、ならなかったです。なんか髪、前髪切っちゃったからさ、前髪切っちゃったからちょっとダメだ、ならないわ。やっぱ溝野さんも言ってくれた通り、そのこれが一番安定するんだ。でもなんかね、うまくできないんだよね。ちょっと前髪切っちゃったからさ、全然うまくできない。ここがね、分かれちゃうの。ここをね、ここをね、なんかこうやってゴシゴシゴシってしないと。で、で、いけるだろう。もうこれ、これなんかこれ、これも、これも逮捕、よくわからん。ダメだ。でもなんかこういう感じです。マジでタイプだって。やったー。ありがとう。ミクコデラックス。私もあなたのことすごいタイプ。あ、はい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 。映画の話で思いついた。そう。ねえ、聞いてください。私すごい嬉しいことあったんです。なんとですね、痛い痛い痛い、ちょうどツイッターかなで流れてきたんですけど、まさかまさかのあなたの番です、映画化おめでとうございます。わー、めっちゃ嬉しいと思って。私あなたの番ですめっちゃ大好きだったんですよ。あの秋元先生が、しかもそれは秋元先生がねやってるって思ったらすごいびっくりなんです。ってそう、あのさ、ドラマでやってたじゃないですか。でめっちゃドハマりして、でなんか HKT のメンバーも結構あなたの番ですにハマって、なんかそのあなたの番です考察ラインっていうのを HKT のメンバーで作ったんですよ。で毎回そのあなたの番ですが週一放送されるんですけど、その時にもうその LINE と一緒に実況するんですよ。その
だから自分がお仕事とかなんか入っててそう録画してるけど見れない時とかはもうその LINE 自体を見ないようにしてるんですけど、そう通知を振って。でもね本当にねなんかねすごい本当にね面白くて、いつも誰々が怪しいとかで、私七瀬まなさんがめっちゃ大好きなんですけど、まさかまさかの最後さね、七瀬まなさんという、まあ、七瀬まなさんじゃない黒島さんっていうね、でめっちゃ面白くって、そうで映画化される2021年の12月だった。だから今2021年ですっけね、12月公開っていうのは知ってるんですよ。今何年ですっけ、2021年ですよね今ね、2021年ですよね、2021年の12月公開。結局誰の番だよだっていやですよね、そうです、はい、年末の映画公開ということで、でなんかパラレルワールドらしいですね。なんか私も予告の動画見たんですけど、なんか変な終わり方で終わったからさ、これ絶対続きあるよねみたいな、映画化になりそうじゃないみたいな話をしててさ、もしかしたら続きとかかなとか思ったんですけど、なんかもしも最初の時点でナナちゃんじゃなくって翔太くんだったらみたいな感じだったっけな、なんかそう逆だったらっていうパラレルワールドのやつ、そうそうそうで予告回ってきて、え絶対面白いと思って、私映画鑑賞めっちゃ大好きなんですよ。で あとあれも見に行こうと思ったんです、菅田将暉さんと有村架純さんのなんかそのお互いの価値観で最終的にどうかなるみたいなやつも見たくて、で結構私の周りの、まあ、メンバーとかも結構見に行ってて、だから結構面白いって聞くからめっちゃ見に行きたいんですよね。そう映画大好きなんです。昔はあそうそうそう花束みたいな恋をしたです。そうで花束みたいなさ恋をしたっていうやつがさ絶対にね面白いはず、面白いんですよ絶対に、ま、花束みたいな恋をした、それを見に行きたいけどもう終わっちゃうのかな、どうなんだろう、それを今めっちゃ見たいです私。あとまあ、でも今気になってるのはそれかな、穴番と花束みたいな恋をした映画、韓国映画の消された女をぜひ見てくださいだって面白い、はい、まあ映画でも面白いからやってるよね。でも今ね気になってるのはそれかな。前はあの映画館行くと必ずねそのポップコーンを食べてたんですよ。でも最近は本当に何ももうドリンクだけでいい、ポップコーンを食べずにずっとこうやっては見ないけどずっとこうやってね見るのがめっちゃハマってますね。恋愛系が好き、恋愛系も好きだけどまあどちらかというと情が動いてるやつが好きかな、なんかなんて言うんだろうな、うーんなんかあったかな、私ねなんか恋愛系でもなんかそのホワホワした恋愛系あんま好きじゃなくって、あーすごいキュンキュンするなーとは感じるけど、なんかドロドロであってほしいんですよ。だからなんかその結構何だったっけな、小松菜さんと菅田将暉さん何だったっけ、糸もめっちゃ面白い、糸面白かったです、感動しましたよ。あの溺れるナイフだ、溺れるナイフとかがなんか結構なんかうわって思いました。あとねなんかサスペンス系結構好きなんですよね、カエルの被り物してるやつもめっちゃ面白かった。あとアクション系のやつも好きだし、なんかねあったんだよね面白いやつ、何だったっけな、あとあれも携帯を落としたら、スマホを落としたらとか、そういうなんかドロドロでどうなるか分かんないやつがいいの、先が読めないやつが好きで、なんか大体その恋愛系の映画ってさ主人公 A が出ての男の子が出てきて、主人公 B の女の子が出てきてわーってなって絶対最終的には付き合うじゃん、分かってるもんそんなの、最終的にねこの人たちがさ今そうこの最初の時点でさ出会ってさそっからうまくいかないところが中間に入ってさ絶対終わりに付き合うなんてこっちとらもう分かっとるんよ、それを踏まえて見に行っとるんよ。
でもなんかそのサスペンス系とかはさ、なんて言うんだろう、そういうドロドロ系とかってさ絶対に先わかんないじゃん。あ、こうなるんだっていう、なんかそれがたまんないよねっていう感じですね。あ、そう、カエルのやつはミュージアムだ。そうそう、そういうのがすごい好きで、なんかうわーってなる。あ、ね、そう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 。でもたまになんか恋愛ものでなんか4人とかが出てたらさ、この人はこの人好きで、この人この人好きでってこうなってたけど、最終的にこっちとこっちが付き合って、こっちとこっちが付き合ってとかもありますよ。そういうのも面白いけど、主人公によります。出てる主人公が好きな女優さんとかだったら絶対見るかも。可愛いなーって、すごい可愛い目的でみくりんおじさん見に行っちゃうかもしれない。でもまあ基本的にサスペンス系、なんドロドロ系大好きです。はい、好きですね。そうですね、好きですね。コナンは私あんまりそういう系見なくて、唯一映画とかも行くの、ワンピース、ワンピースも、うん、あんま行かないかも。まあその鬼滅の刃くらいで、その人間だとさらにリアル感が増すから好きなんですよね。そのコナンを見てて面白いと、でも最近コナンとか見てないから分かんないけど、なんか人間の方がなんかドロドロ感増して私は好きなんだよね。あ、そう、エヴァンゲリオン見ようと思って見てない。エヴァンゲリオンはね、なんかサウナ入ってた時にエヴァンゲリオンがちょうど流れててテレビで、え、めっちゃおもろいやんって思ったからね、じゃ見ようとか思ってたけど全然見れてない、見れてなかった。東京グールとかが好き。私もめっちゃ大好きです。東京グール超面白いですよね。私もめっちゃ大好き。洋楽も見る。大体ホラー系は洋画が多い。洋楽って音楽じゃない系、洋画多いですね。なんかなんていうの、迫力が違う、もうグロいですよね。面白い。ディズニーはとかジブリはよく昔は見てたね。多分記憶にない。進撃の巨人もめっちゃ昔に見てたけど、めっちゃ昔に見たからこそなんかトラウマになってるかも。うん、面白い映画多い。そう、ちょっとめっちゃ話それちゃったけど、穴場めっちゃ楽しみだなっていう。結構モチベーションなんです。なんかアニメとか好きなアニメとかの放送日だったりとか、まあ、映画の放送日だったりとか、結構なんていうんですか、モチベーションになる、なります、うん、なんでだ、前髪が言うことを聞いてくれない。そう、愛の不時着はもう めっちゃ昔に見とるよ。去年とか、あの自粛期間中に韓国系のやつはドバッと見て、アニメもドバッと見た。約束のネバーランドと、あとそのちょうどその期間に鬼滅の刃と、あと ヒロアカと、なんか結構見た。うん、そうなんです。前髪可愛いと思ったらタワー立てなきゃいけないショールームはてなってきたんだけど本当にだって2人ともなんか前髪可愛いって言って投げてくださって本当にありがとうございますって感じですよね、うん、あ、ゾンビ映画とかめっちゃ好きです。そういうのめっちゃ大好きです。ゾンビ映画めっちゃ大好きです。よく見る。あの新幹線の、新幹線じゃないですよ、新幹線のね、ネットフリックスで見たんだけど、めっちゃ泣いた、めっちゃ泣いた、え、もうめっちゃ泣きました。もう涙が本当に止まらなくて、もううーんってなりました。本当に面白かったです、新幹線のね。
でもいっぱいあったんだよね、新幹線って調べたらいっぱい出てきたからあれなんだけど、あのね、大きい男の人が主人公のやつ。主人公はのぞみですか、光ですか、こだまですか、だってそれ新幹線やないかい。あれ面白い。バイオハザードとかも好き、ムービーも好き。でも大体そういうの見るとね、寝るときうなされるんだよね、マジで。そう、あのさ、あれあれあれ、あのさ、あのさ、なんか銃でブワーって撃った撃って、あのさ、海外の外、あのさ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 、外国のさ、女の人がさ、なんかやってさ、銃で撃ってさ、なんかさ、いけないなんかところに入ったらさ、ウィーンって言って線が通ってさ、なんかバラバラになっちゃうやつ、めっちゃグルー話してるけど、ごめん、なんかやつあるじゃん、あれなんだっけ、あれバイオハザードだっけ、あれなんだったっけ、あれなんだったっけあのさ、なんかいけないところに入ったら、なんか前からさ、線がビーンって、レーザーの線がビーンって出てきて、ビーンってなって、それバイオハザード、あ、そう、バイオハザードか。そのバイオハザードを見て寝ると、私あのさ、寝るじゃん、私もなんかそのさ、夢の中でさ、なんかいるわけよ、管理室みたいなやつで、何かミッションクリアしないとさ、前からレーザーが迫ってくるのよ、あーってなりながら、いやーってなりながら起きた。だからね、毎回うなされるんですよね、なんかそういうバイオハザード系見たらバラバラになって起きちゃうからさ、怖いんだよ。見るのは好きだけどね、夢でうなされちゃうから怖いんだよね本当に怖い、体験しちゃうの、私も実際に。そう、悪夢すぎんだって、悪夢すぎるよ本当に。私だから銃で撃たれたことある、あります、あの夢の中でバーンって、で本当に痛かったです、本当に痛かったですよ、めっちゃ。私覚えてますもん、それ。なんか崖っぷちに私がいて、でなんか誰かに銃、もう覚えてないんだけど、誰かに銃で撃たれて、でそのバーンって、ね、何か崖からなんか下に落ちるんですよ、私。そこで夢が覚めたんですけど、めっちゃ痛かったの覚えてます。なんか夢だったんだけど、めっちゃ痛かったんですよね夢だったけどめっちゃ痛かったです、なんか本当に痛かったです、なんか夢だったけど痛かったです、本当に。え、なんか普通に痛かったです、なんか覚えてるの。え、なんかさ、痛かったんだよね。え、なんかさ、なんか本当になんか今こういう感じのさ、つねって痛いっていうか、本当に普通になんか夢だけど痛かったんだよね、覚えてるんだよ。そんなことある？え、でも共感してる人いた、夢で痛いことあるよねって。え、そう、痛かったもんだって、みくめっちゃ覚えてるもん。だから、あ、もしもなんか本当になんか実際には体験してないからわかんないけど、銃で撃たれたらこんな感じなのかなって思って、はい、血まみれでした。痛かったですよ何かが当たって痛んでちゃうんだって、かな、痛かったですよ。あとあれも体験したことあります、私夢の中で。すごい夢の中でいっぱい体験できてるんですけど、スパイダーマン見てたら、私も本当に手からスパイダーマンの糸出てきて、夢の中でめっちゃ遊んでた、覚えてる。そうで、私スパイダーマンの彼女だったんですよ。だからスパイダーマンと一緒に指から糸出して、一緒にウフフフって言いながらね、こうやってねこうやって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 言ってました。うん、刺されたことあるとは刺されたことがあるとは、本当に。そうそう、え、それ僕もあるだった。え、待って、その相手もしかして、その相手もしかしてハチミツだった？一緒にこうウフフフってやったの、ハチミツだったかな。夢の中でよく行く本屋あるよ、自分だって。マジで、お湯さん、私ね、夢の中でよく行くところある。でも私もあるんだ、夢の中でよく見るところは。あそこ、あ、ちょっと待って、現実世界に行ったら、現実世界に行ったら思い出せないんだけど、でもあの夢の中でですね、ジブリ見てて、でジブリで、あのね竜が出てくるやつ、千と千尋だの世界みたいなところある。もう一つね、夢でいつも出てくる場所あるけど思い出せない。その夢の中だと、あ、また見たって思うんだけどね、現実に戻ったらさ、忘れちゃうんだよ。夢の中では覚えてるんだよね、ちゃんと。あ、これこの間めっちゃ前に見たあそこの場所だって、夢の中ではパッてなるのに、現実世界に行くとマジで何も思い出せない。
またお母さんとお父さん、そう豚になっちゃう、うん、いやよく夢見ます、うん、あとは三角関係ですね、ドラマ好き好き好き、三角関係とかまずドロドロが大好きだから、うん、夢すぐ忘れるよね、そう夢ってすぐ忘れるんだよ、結構怖くない、同じ夢見てるって、え結構怖い、てか夢が怖くてミク寝れない時あったもん、なんかうんあったもん、うん、なんか本当に嫌な人がいたとするじゃん、ずっとその嫌な人が夢の中でずーっと毎日1ヶ月間くらい襲われた、ずーっと出てくるの、だからもう寝るのが嫌だってなった時あったよ、もう寝たらだって出てくるからさ、ずーっと毎日出てくるのよ、いや嫌でしょ、嫌じゃない、まあ例えば会社の上司が嫌いだとするじゃん、寝ると会社の上司から毎回怒られるみたいな、1ヶ月間嫌じゃない、それがずーっと1ヶ月間くらい起きて不眠症になってたわ、夢に出てくる男の人いるよね、だって誰誰、うん、それめっちゃ嫌かも、そう嫌だよね、わかる、うん、夢でよかったなーって思う時もあれば、いや夢かよって思う時もある、夢判断とか見たりする、見たりする、えでも割と当たってる時あるよ私、なんか当たってる、ほぼほぼ当たってる、あー確かにってなるもん、めっちゃ当たってる、超当たっていますわ、うん昔上司を殴る夢を見たことがある、だってめっちゃストレス溜まってるじゃん、大丈夫そう大丈夫そうですか、おもろこの間 G を退治する夢見て、やだ夢の中でも G 退治したくない、空飛ぶ夢をよく見る、そう私もね空飛ぶ夢よく見るの、空飛びたいってずっと思ってて、そしたらほうきに乗ってる夢をよくね昔見てたよ、うん、うわめっちゃ思い出した、ちっちゃい頃さ本当にほうきで飛びたくってさ、本当に何かしら何かがあると思ってたからさ、よくさそのさ玄関に置いたらさ木のほうきがあったんだけど、それでよくさ家の玄あの外に出て庭家の庭でね、お庭でね飛べって言ってジャンプめっちゃしてたの覚えてる、1日必ず30回はジャンプするって毎日決めてて、毎日毎日飛べ飛べ飛べってやって、多分人のがいるから飛べないんだと思って夜中にこっそり出て飛べって言って飛べって言って何回もやったことあるあ本当に何かしら何かが起きると思ってた、うん、本当にほうきに乗りたくた乗りたかった、でも夢で見れたからよかった、すごい想像つくえだって、えそうめっちゃちっちゃい頃よくやってました、そう親に心配されたでしょ、でも本当にちっちゃかった頃やけん、なんかあ遊んどるなみたいな感じだったと思う、えでも本当 UFO さ私見たことあるからさ、なんかそういうのも信じられちゃうのよ、なんかさ本当にさこれガチで本当に UFO 見たことあるからさ、なんかさ UFO がまあいるってことはほうきも飛べちゃうんじゃねとか思っちゃうわけよね、でしょ、あよく やりますね、 UFO 見たのは小学もっと上の頃だったんですけど、今は飛べるんじゃない、えなんか違うの、なんか子供の時だからできることってあると思うんだ私、今はなんかもう自分のどこかでなんか今でもう夢を見てない、もう絶対に飛べないじゃんっての分かってるもんだって、分かってるっていうかなんか、まあ、まあ飛べないだろみたいな感じなんだけど、もうちっちゃい頃は本当に本当にできるって思ってた、なんか分かんないけど私には何かがあるって思ってたの、私は絶対に空を飛べる、空を飛べる人間になるって思ってたんです、本当に私何かしら本当に思ってたんですよね、しかも
何でもできるって感じてた。だからなんかよく危ないね、危なかったですよ、ちっちゃい頃本当になんか危険だっただったですよ、なんか、はい、夜走るの早かったし、なんかこっからここまで私ジャンプできるとかいろいろ思ってましたもん。絶対私には何かできるって、なんかその恐怖心があんまりなかったのかもしれない。もう自分に自信がありすぎて、絶対私は何かしらに守られてると思ってたんですよね。12秒なんかね思ってたんだよね。好奇心本当に旺盛です、旺盛でした。そう、高いところからよく飛んでました。うん、あ、よく危ないことするの好きでした。なんか階段がこうあるじゃん、でこうあるじゃん、こうあってこう階段があるとしたら、ここにうっすらこう壁があって、うちんち壁があって、でここからここのに間でちょっとだけ端っこに本当にこんくらいのなんですけど、ポンポンって線があるんですよ。そこをもう壁を伝って、はい、ポンポンポンって言ってました。だからこう あったとしたら、ここをポンポンポンって言ってたけど、落ちたらもう階段バーなんですけど、で絶対に私落ちないと思って毎日ここポンポンポンって言ってました。でイエーイってやってました。本当に危なーかしかったですね。はい、本当に危な、本当にやんちゃでしたね。なんか本当にやんちゃでした。なんか男の子っぽかったかも、性格が。なんか今は本当に虫苦手だけど、夏になったら絶対に虫かごに10匹20匹くらいセミ詰め込んで、家の中でバーって離して、家の中でセミ取りしてたり、なんかカマキリと戦うのも好きでした。なんかあとは結構なんかね、わんぱくだったんだよ本当に。あとよく木登りもしてたし、なんかでっかい太い木があったんですよ、家の近くに。でそこになんか布団持って行って、木の上になんか自分のハウスを作ろうと思って、なんか多分なんかで見たんだよね、木でハウス作ってるので。私も絶対に私も木で暮らせると思って、なんか持って行ったんだよね。でよくこう木で寝てましたよ、こうやってお昼とか。うん。そう、あと秘密基地とかもよく作ってました、秘密基地。そうなんです。あのね本当にやんちゃでした。あとその頃私が一番好きだったのが冒険でした。歩いて知らない道を歩いてどこにたどり着くかっていう、もう何でも興味津々だったから、俺よりやんちゃって、本当にすごいねやんちゃでした。そう本当に。あと泥団子投げみたいなのが流行ってて、その近所でなんか雪合戦とかあるじゃないですか、それの泥バージョンなんですけど、めっちゃ服とか汚れるからよく、いやもう泥遊びとかしないでって怒られてたんだけど、なんか泥団子を何十個も作って、近所の子たちとで、もう投げつけ合うっていうすごい、泥団子のサバイバルゲームみたいな。そう、男の子で、そうよくサッカーもとかやってたりとか、私の女の子の友達もなんかサッカーとかやったりとか、ドッジボールやったりとか、結構わんぱくだったんですよ。多分その影響が結構でかくて、私もわんぱくだった。あとはあとよく野良猫と喧嘩してました。なんか野良猫がうわーって言うから、道もうわーって言って、それで結構続きましたね。20分間くらいずっと近所にいる、なんかすごいデブな野良猫がいたんですけど、そのなんかすごい睨んでくるねーみたいな感じに睨んで、それでもう20分くらいずっとにゃーって喧嘩してました。めっちゃちっちゃい頃は本当に今と全然性格が違うんですよね。はい、猫の系が似てる、似てるでしょ。よく猫
と私は会話ができる人だと思って、私前世ずっと猫だと思ってたんです、ちっちゃい頃。本当になんか本当にね、夜は本当に何でもでき、なんかもう走るのも早いし完璧だった。だからそう、ちょっと変人だって言われたんですけど、今も変人なんですけど、猫の鳴き声の真似とかやってたから、私猫と喋れると思ってたんですよ。だからずっとなんかみたいな感じずっとやってた本当に変人だったんですよ、今も変人なんですけど、なんかみたいな感じでやってたかな。本当今もう性格が全然違いますよねマックスが反応してるみたいです。そうマックス、結構これ私のこの絵は動物に通じるんですよ。そうだって私猫になんか一回みたいなことやったら、なんか猫シーって猫シーってなんて言いましたから、あの会話できるんだと思います。多分私この言葉何か言ってるんだと思います。だから自分ではこの絵って何言ってるんだろうって分かんないけど、多分動物には多分伝わるんだと思います。こうやってみたいなこと言うと本当になんか猫と喧嘩できます猫を挑発して、そうそう会話できちゃう。ずっと昔はね、自分の前世は猫だって思ってたんですけど、なんか HKT に入ってからはなんかディスって言われることが多くなっちゃって、そうだからなんかそっからどんどん、あ自分の前世は猫でもなく何も猫ではなかったのかも、なんかディスって言われるしって、自分はずっと猫に似てると思ってたんです。でもなんか猫に似てるの前にのファンさんはもう顔を見て決めつけるから、もうめっちゃディスって言われることが多くなって、そう時に食べ物を詰め込んでる時はハムスターって言われるし、そうだから私は猫じゃなくてディスなんだっていうって言いました。まあ、まだ可愛いじゃん。最近はさ、なんて言われると思います？カラスって言われます。まだわかる、まだね、猫です、小動物っぽいねはまだわかるけど、ミクちゃんってほんとカラスに似てるよねとか、最近カラスだよねって言われるんですね、マジでふわふわさせといてくださいっていう感じなんですけどね、カラスになっちゃった。まあカラスとも会話できるということで、いつ人間になるのってね。でも私本当に一回占ってもらったことあって、占い師さん、あのさ AKA ビンゴのさ手相ランキングでさ、私最下位だった時にね、あの最下位だったから本当にどうすればいいか分かんなくてね、その島田さんにね、いろいろ占ってもらったらね、私のなんか前世までなんかその調べなんか分かった らしくて、田中さんはその前世はその人でもなくって、あの幽霊神とかそういうものでもありますみたいな、え私何だったんですかって言われたら、あ聞いたら、田中さんはですねって言われて、なんか人間界とその神様の世界を行き来するなんか情報とかわかんないけど提供するのかな、わかんないけどする人だったって言われて、だからなんか空気なんですよ前世、空気なんか人間界と人間界じゃない神の世界があったらしくて、そこをこうやって行き来してる人だったらしいんですよね。だからただの空気じゃんって今思ってるんですけど、あの反精霊みたいな、反妖精みたいな、そのなんて言うんですかね、だから人間でもないんですよ、でも神様とかの立場でもなくって、なんか生き生きする人、なんか情報をそういうなんかそういう役割だったらしいんです、私占ってもらったら。なんだから、そうだから田中さんは変人なんですって言われました。そうなんかそう変わったあれなんだって、
そう、田中さんは結構なちょっと変人のほですねみたいに言われて、あーって言われて、しかも田中さんは自分が別に変人って言われてることに対して別にあんまり嫌と思ってないですよねって言われて、あーはい、あんまり嫌ではないですって言ったさあ、そうなんですって言われてそうなんですって言われて、あ、なんでかっていうと、その田中さんはあの前世がその人間でもなくって、そのそう神様的存在でもないんですよ。だからそことそこの人間界と神様の世界をこう行き来してるものだったから、まあ要するに変人っていうことで、だから田中さんあんまり否定しないんですよねみたいな感じのね、よくわかんない、ちょっと難しい言葉いっぱいで昔すぎてよくわかんないけど、そういうこと言われたんですよね。なるほどねって思って、でも自分の前世が分かってよかったなと思いました。はい、よかったなと思いました。あ、天使、あ、本当ですか、天使だったんじゃないって言ってくれる、ありがとうございます。天使はどこにいるんだですね、ありがとうございます、ね、猫娘、うん、天使誰だってうん、なんか占い行きたいな、占い行きたいな。本当に当たる占いってあるじゃないですか。なんか白石麻衣やんさんが占ってた占いがめっちゃすごいなって思って、なんか家とかが多分占い師さんに多分バレてた、そうすごいすごい占い師さんがいて、それなんかマイアンさんがテレビでなんかやってたやつ見て、めっちゃすごいと思って占いしてもらいたいです。でも何でも分かっちゃって怖くなりそうだけど、占い行きたい、それ見たってね。そうゲッターズさんもいいですよね、占いねしたいんだよね。何か占ってほしいの、私の人生を占ってほしい、私はこれからどうなるのか知りたい、なんか知りたい、なんかその別に自分の人生に満足してたりだとか自分が今はすごい楽しいとかだったら絶対占い行かないけど、先で嫌なこと知らされても嫌じゃん、だから絶対行かないけど、自分が今に満足しないイコールなんかちょっとうーんって迷ってる時期は行きたいんだよね。まあやっぱうわ怖やっぱセールさんがいいんですかね、占い。まあ結構人気ですしね、セールさんに占ってもらおうかなそう仕事運とか見たいですね、特に。占い信じる？だって、あ、占いは私占い結構好きでね、結構貢いで占いにめっちゃ前よく占い行ってたなと思って、でも当たるとき当たるんですよ、なんか。でもなんだろうな、本当に当たるところは当たりますよ、でもって感じ、リップはね今日はドルカパじゃない、今日なんだっけな、メイベリンかな、メイベリンだと思う、なんだメイベリンかな、わからない、 K とかわかんない、なんかよくわかんないリップを塗りました。うん、占いの水晶欲しい、タロットカードとか欲しい、タロットカードみたいなやつあるじゃん、あれとか欲しい、よいしょ、うん、細木先生をみくりにおすすめします、マジ福岡とかいるんかな、こう当たる占い師さん、
グリーンスキアありがとう。うん、タロット占いの一緒にやつ、どういうこと、どういうことですか。自分の人生は人に決められたくないから自分の人生は自分で決める。かっけえ先輩、かっけえっすわ、かっけえっすわ、かっけえっすわ。うん、まあそうですよね、確かに確かに、みくりんに占ってもらって、運命の人は私ですねとか言われたい。そうですね、あなたの運命の相手は、あ、出てきた出てきた、私ですね。結構ウケる。うん、いいですね。占い師さん。怖いって言われるんだけど、なんで、なんで怖いんだ、うん、怖いって言われる、なんで。まあそうなりますわな、だってひどっ。その占いに行きたい、だっていいですよ、ミクニン占い師さん。そうですね、あなたのタイプですね、あなたが真に求めているタイプは私ですね。そうですね、あなたの結婚相手、あーいっぱい出てきますけれども、私ですね。全部うちやん。やだなって言われた。占い料いくらですか。3万9000円です。10分、3万9000円、10分で3万9000円です。うん、高っ。高いですか、安っだって。あ、本当、え、どっち。うん、本当に握手会だと6万。あ、握手会で例えたらそうですね。みんな欲しいって書いてあるんだが、激高。でも本当に当たる占いってそんくらいしますよね、多分。うん、多分そんくらいすると思う。本当に当たる占いはな、数万単位だと思う。全部当たるから。占いめっちゃ行きたい。誰か紹介して、福岡の占い師。前髪変わったけどな。そう、前髪ね、今日言うこと聞かんけん変えとると。変えてます。下ろしたらこんな幼くなりますね、下ろしたら。わりかし こう本当に言うこと聞かないからさ、ペーしようか、もうペ、言うこと聞かないね、なむるぞ。ミカニャンの前髪いいよね、わかる、好き感じに、いい感じに。前髪はね、こだわりがないからこそずっとパッツンにしてたんですよ。自分に何、どういう髪が似合って、どういう前髪が似合ってとかわからんから、なんかメイク診断とか今あるじゃないですか、その前に髪型診断をしてほしい、めっちゃ思う。髪型診断とかさ、やってないのかな、めっちゃやりたい。私メイクとか別どうでもいい、髪型診断したいの。
あなたは前髪が薄くてロングが似合いますねとか、あなたはあのショートカットで前髪重めが似合いますよとか、なんか髪型診断をやってもらいたいです。にゃ、うん、いやーやってもらいたい。メイクさんに聞こうって、メイクさんだって何でも似合うよーしか言われない。うん、顔つけた、ありがとう、嬉しい、うん、天然のパン、あ、これ？いや、今日撮影だったから、私もめっちゃ直毛なんですよ、もともとだからめっちゃゴリゴリに巻いてストレートに戻ってきてるって感じです。めちゃくちゃゴリゴリに巻き巻きしてたんですよね。でも私1日くらい経てば巻いてるのもストレートに戻っちゃう人だから、ポニーテールとかしてても下ろしたら普通にストレートみたいなことある。超ストレート、すぐ戻る、くせっけつらい、くせっけ、あれ縮毛矯正したらいいんじゃないですか。髪の毛ちょっと痛むけど、うん、女役しか会えたくせつう人います。いやまあまあまあおる、うん、来てくださいね、女役しか会、うん、なんか実際に現場とか、なんて言うんですか、女役司会とかわざわざ申し込んでくる方ってわりかしなんかやっぱ少ないイメージある。来てほしいですね、もう大事にしていきたい、来てくださってる方。ショールームとかも大事にしていきたい、うん、うん、素晴らしい、素晴らしい、ゆくりんの握手会に行きたいね。あのコロナが落ち着いた、いつ落ち着くかね、本当にね、めっちゃライブとかコンサートとか握手会とか、なんか今までやってきた当たり前だと思ってたことって本当当たり前じゃないんだなとも思うしね、なんかね、なんかその環境ってやっぱ大事だなと思います。すごく環境って本当に大事、本当にだって楽しいことばっかりで、今はなんかできることはできることってやってるけど、やっぱファンの方が、公演とかもファンの方がいないのといるのと全然違うなって実感したし、それこそなんか握手会とかも直接会ってやりたいし、なんかそのなんて言うんだろう、なんかめっちゃ楽しかったんだなって気づいた。なんかその今は普通オンラインでも話せるからね、普通楽しいんだけどさ、なんか実際に会ったりするのってすっごくって本当にすごいんだと思った。実際に会える凄さと、コンサートとかライブできる凄さと、そのもうちょっと楽しさの格が違う、楽しかった、毎回やりたいね、うん、熱量の感じが違う、寂しいね。そう、あんまだってそのなんかファンさんとのそういうことについて悩むことなかったもん。なんか あれやりたいな、これやりたいなとかも
なのに、もうだってさ、夏といえばさ、ティフでしょ、フェスでしょ、ないじゃん。もう本当に難しい。もっとだって活動とかもさ、いろいろやりたいのにさ、縛りがあってできないとかもあるわけで、困っちゃうわ。あれ、飲食店とかもめっちゃ大変そうね。本当に困っちゃうわ。でも世界でですからね、本当に早く収まったり、日が、ミクレーンって謎に盛り上がれるからスキピーだって。本当に嬉しい、やった。なんかさ、落ち着いとる時もあるし、賑やかな時もあるし、なんか私のファンの方がフレンドリーな方が多いのかわかんないんですけど、結構なんかレーンに並んでてさ、前の人とさ初対面なのにさ仲良くなっちゃったよみたいな人もうほぼほぼおるなんかミク、なんかレーンに並んでて仲良く、初対面で仲良くなった方めっちゃ多くて、で何の話してたのって言ったら、ミクリンのどんなところが好きかっていうのを話してただったりとか、なんかそのいろんなこと話しとった、話してたみたいな言っててって言って、そう、仲良くなる、なる、あるある。ね、結構仲良くなる人多い。そう、嬉しいわ。私は混ざりたいな、だって握手会始まったらぜひ来てください。ストップウォッチのお姉さんと仲良くなることある。あ、ハガイさんとも仲良くなってるよね、みんな。本当に面白い。その分ショールームの時間が増えたのは、増えたのは数少ない嬉しいことの一つだよね、だって。ありがとうありがとうありがとう。な、家にいる時間が多くなったもん なんか家でやる仕事が多いもん。明日も家で一回お仕事やってロケ、楽しそう。そう、楽しい。握手会とか楽しいですよ。OJS のさ、島田さんとよく話し知ってた。だってウケる島田さん優しいよね。うちもうなんかレンが押しちゃった時に、島田さんに一回何回かお世話になったことあって、島田さんが「あ、お疲れ様です」って、うち優しいんですよ、ミクの日に高校卒業だったので。マジ、アイリーおめでとう。若いよね、なんか懐かしいなと思う。私もう社会人2年目だからさ懐かしい。私あんなに昔さ、マリリさんのことさ、なんか社会人はおばさんじゃないよみたいなこと言ってさ、なんか社会人なのにどうだらこうだとか、くしみが出ない、どうたらこうたらとかさ言ってたのにさ、今さ思えばさ、めちゃくちゃ若くないですか。なんかめっちゃマリリさんしっかりしてたなって思います。なんかあの頃みんななんかマリリさんは大人だねとか思ったけどさ、なんか私から、今私同い年、その頃マリリさんと同い年って考えたらさって感じ。え、そんな、なんかだって私今でもなんかフレッシュ扱いされたりしますもん。なんか感じです。
ああもちもち壊れました。ああね、なんか若いのにって思っちゃいます。相当しっかりしてたんだなって私は思うけどね。人それぞれよ、それはだってかな。でもなんかしっかりしてたなって私は思います。フィッシャーズ、フレッシャーズですね。フィッシャーズ、 YouTuber さんの名前言ってた。フレッシャーズ、フレッシャーズ、そうなんです。ミクリはもう大人だよ。いや私まだ子供、まあでも、まあ、自分の中ではまだ子供だと思ってますよ。てか20歳になってからがなんか大人かなとは思っとる。なんかちゃんとした、わからん。だってなんかお仕事を始めたら大人とか言うけどさ、私も小6で始めてるし、20歳になってからじゃないですかね。お酒も飲めたりとかなんかいろんなことが一人でもできるようになるから20歳かなって思うけど。コメントってあんまり拾わないスタイルなんですね。だって、お手もちゃん。どうだろう。私結構拾っとると思うけどね。なんかでもさ、私本当に話すのが長いの。で、最近はさ、ここ何時間もさ、2、3時間、1時間、2時間、3時間くらい配信してるから、なんかその一人に対してのコメントにめっちゃ長く返しちゃうの。それはあると思う。でも、大抵は、なんか気をつけてるのは、ハテナって書いてあるコメントとかよく拾うかな。なんか質問系見逃すこともあるけどね、たまには。なんかハテナのやつは拾ったりする。なんとかですかみたいなやつ。のんの、私は拾えてくれん。泣きだって。悔しいね。拾ってるよ。でも、ハテナ、みんなちょっと、ハテナ、それ、ハテナだけじゃわかんねえよ。ハテナだけじゃわかんないよ。わかんねえよ。やめろ。なむるぞ。口悪。なむるぞ。なむるぞ。読まれなくていいよ、だって。ほら、もうみんなハテナとびっくりマークで、ほら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 。なんか、うまいね。座布団500枚くらいあげたいわ。ててててててて。ナムル、そう、ナグルをナムルぞって言う、韓国料理ナムルぞ。あとだからそうユッケじゃんとか言います。言ったじゃん、ユッケじゃんとか。一本グランプリで芸人さんが言ってて、おもろと思ってそこから使ってますね。心霊ロケ行きたい、ハテナ。行きたくない、絶対に。死んでも行きたくない。てもちゃんアバター変えた。面白いって。みざなさん、みくりん地獄タイム、春巻きになりたい。それはよくわからん、食われとけ勝手に。厳しい、私厳しい、食われとけ勝手にはやばい。私は運営にバンされてめちゃめちゃ笑われました。笑、傷つきました。笑、だってだって面白いもん。ごめん、笑っちゃった。本当に面白いもん。ヒエーってもう大好き、面白い。結構見てるんだな。そう、結構見てるんだ。結構見てて自分の中で解決しちゃうこともあるし、流しちゃうこともあるし、まあ、拾おうっていう時は拾ったりもするかな。ミクリンの好きな色、好きな色ね、本当にないんだよね。あんまり全部綺麗じゃん。まあでも水色と青、水色青とかとピンクとか好きかな。自分のイメージカラーとかでもある。あ、でも自分ね、グッズ HKT のグッズでは薄黄色なんです、イメージカラー。もう好きよ。最近特に読んでくださるから好きって。好き、流されても好きだって。それはやばい、アイドルっぽい。ピン太郎さんはうちは誰だと思って、芸人だと思ってるでしょ。あ、私アイドルですよ、こう見えて。はい、アイドルっぽくない発言してるけど、いつもアイドルですよ。
芸人だと思わないでください。本職はアイドルですよ。サーセンだって。サーセン、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 うん、アイドルの極みですね。だってありがとうございます。煽ってますかね。結構煽ってる風に聞こえるんですけど、アイドルだったのかって。ヨッシーさん、さあさん、ここにきっちりと HKT48 って地名って書いて、さあせんの仕方が可愛いでした。あ、さあせん、さあせん、ありがとうございます。最近ミクがアイドルってこと忘れる。だって地獄に落ちろ地獄に落ちろ。ダメダメ、女の子だから地獄に落ちちゃダメだ。ミクリン地獄に落ちていいけど。あー、ピータローさん、ミクの子ショールームの芸人枠だと思ってるんですね。アイドルです。アイドルになっていただきありがとうございます。あなたの、あなたは私の一日を幸せにします。だって、ありがとうございます。うん、R1 出てみない。え、 M1 じゃなくて R1 ってヨーグルトじゃね。うん、ちょっとよくわからんわ。テレビあんま見ないしわからんわ。なんかもう友達め、え、友達じゃん、うちら。させん、友達、させん。オタク地獄から卒業しましたって。あー、さ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 、違う、ショールーム芸人。そう、なんかね、最近ね、ショールームね終わって、なんかけん、なんかさ、コメントとか見るとさ、なんか面白かったよって言われる。嬉しい。でもなんか可愛かったとか、なんかじゃないじゃない、可愛かったじゃない、ない、面白かったって言われる。芸人と変わらんみたいな、あの、面白かったよっていう。今日もミクリン最高に面白かったよ。だって元気ありがとうなんだよね。ね、めっちゃ昔はね、ちゃんとしっかりね、今日もミクリン可愛かったよって、癒しをありがとうっていうコメントが多かったんだけど、なんか最近ね、今日もミクリンバチクソ面白かった、最高だわみたいな多いんだよね。悲しいよ。なんかそのさ、可愛いって言われたよ。私だって大好きとか可愛いとか言われた。どう、うん、かわいい。だって、あ、かもしゃむにだ、ありがとう、ありがとう、かわいい、大好き、あ、ありがとうございます。あ、シェイシェイ、あ、Thank you、 ありがとう。嬉しいわ、嬉しいわ、かわいいです。だってありがとう、嬉しい。でもその、その可愛いって言われたの照れちゃいますけど、まあまあ感想はね、あの、言われたいですね。可愛い声、はてなので、ってありがとうございます。可愛い声わかんないんですけど、ありがとうございます。聞こえてますか私可愛い声するとすごいムカつくって言われるんですよね、ファンの方に。聞こえてますか。え、可愛い声っていうから、なんか可愛い声やってみたんですけど、可愛いですか。かわちぃって、ありがとうございます。アヒル口にしてください。だって OK、 ありがとうございます。声の癖がすごい。だって結果面白い。鼻詰まってる。かわいいでしょ。いいと思う。かわいい声、声優さんみたいだってふざけとる。うん、ミクリンを愛にだって、愛にワイニーちかぶりっこ坊主室。お兄ちゃん今日ちょっとなんか最近かわいい声出してないからちょっとダメだ。お兄ちゃん、おでんが食べたい。おでん、
本人ちゃん、おでんが食べたい。ふうふう。どう？どう？ショップ店員のモノマネ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お客様、そうですね。こちらも在庫が1個しかないんですよ。でもめ本当に合ってますよ。いいんですか？今ちょうど 30% オフになってて。ありがとうございます。いいんですか？ありがとうございます。じゃあちょっと一回在庫確認してきますね。はい、ちょっとお待ちくださいませ。すいません。よく言いますよね。なんかその天神とかのよく見かけます。店員あるある。そうなんかさ、必ずさ、なんかいいなと思ってるやつさ、在庫1個しかありませんって言われるんだよね。みくちゃんちょっと名りたいわ。だって名るぞ。うん、じゃあ次はエレベーター上がる。なんか最近さ会ってないからさ、わかんないんだよね、エレベーター上がる。なんて言うんだろうね、めっちゃ昔にさエレベーターガールの人、綺麗なお姉さんばっかりですよね、あれって絶対顔可愛いですよね、みんなね、みんな綺麗です。あのエレベーターガールの人ってなんかみんな綺麗ですよね、めっちゃみんな可愛いんだよね、いい香りするし。なんかエレベーターでその綺麗なお姉さんと一緒にエレベーター二人きりっていうのは嬉しいです。結構ちょっとやばい発言なんですけど、綺麗ですよね。こちら3階なんとかでございますみたいなことを言うよね。こちら3階はペットショップとなっております。ペットショップとか絶対ないんだけど、なんか言うよね。うん。それは分かりみ深い。なっちゃんが言うとちょっとやだよ。なっちゃんが言うとやだ。ミクにもいい香りしてそうだよ。ほや嬉しい。かっこ適当に喋ってる、ごめんだって。え、ひどい。うん、オールマイトの真似できる。あ、じゃあ今度オンライン握手会でやろう。前髪分け目好き。ありがとうございます。あんま分けんけん分けないからレアですね。ゆくりんはどんな香り？ディオールと白のサボンとなんか夢の国の香水とランバンとあれなんだっけ、プリンセスみたいなやつとかを使ってます。はい。ミュウミュウの香水もめっちゃいい香りする。高いから買ってないけど。それは夢の国の香水ってディズニーでなもらった、知り合いにもらった香水、知り合いスタッフさんもらった香水。前髪分ける位置同じなんですけど、もしかしてミクリ真似しました？本当？いや、ここでパックリ分かれるんだよ、ここで。試供品みたいなのその日ずっと書いてて、そうまるで自分がさ持ってるかのようにさ、ミュウミュウの香水メイカーするとか言ってたけど、試供品な無料でもらえる。うん、分け目変えたら。だってこれに、え、どういうこと？分け目さ、なんか今ここパックリ分かれるんだよね、マジで。なんでなんだろう。センターで分かれちゃう。そうなんよ。分かれちゃうんだよね。
お、いいんじゃね。そう、でも真ん中で分かれちゃうから結局なんかこうなる。そう、こうな、結局はこうなるんだよ。てて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 てやってんな。だってあるって。そう、ずっと流れてるのやだ、助けてほしい。ずっと頭の中でチャチャンチャンチャチャンチャチャンチャンチャチャンチャチャン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 チャチャンチャンチャチャンチャチャンチャンチャチャンチャンって、それ聞くと憂鬱になってきたって。あ、仕事始まるから確かその次の日。サザエ、俺の嫁です。サザエは。ちなみに私ハマグリです。ハマグリの 俺の嫁サザエです。ずっと頭の中でサザエが流れる。マスオマスオ、もう前髪がこの曲かな。あ、これ今うまい。ちょっと長いけど。うん。どうしてこんなに聞くの？好きだからだよ。君のその瞳になんとかしちゃって。あっという間に虜になった。キュン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 、どうしてじゃんけんしたら曲終わるんじゃね。負けました。今ちょっとじゃんけんしてきて、夢の中でじゃんけんしてきて、じゃんけんポンってなってウフフフフフって負けました。グー出したら。今日は分けといてください。だって、あ、分かりました。今日は前髪を分けといてください。だって了解いたしました。まあレアなんでね、ゆくちゃん分けてるのは。分け目もなんかよく分からんくなってきちゃった。もうん、ね、最近首が痛くなる。マックスは寝てるかな、わかんない。多分寝てる。そう、明美行方不明なんだよ。ボキめっちゃなってん。そう、首痛い。最近頭痛ひどいから、頭痛にバファリンを。私頭痛本当にやばくて頭痛で結構悩ませること多いんですよ。だからそのいつもカバンの中に持ち歩いてるものは財布と携帯と頭痛にバファリン。本当に頭痛がやばいんです。最近週に1回は頭痛の薬飲んでる。飲んで寝ないと効果ないから、眠れないから、もうどっちみちあんま意味ないんだけど、そう、朝起きたらまあでもすっきりしてる。痛いの、こうなんかクラーって
昔から昔から良くなるんよね。夜寝れないのに仕事しんどくないって、疲れるときは疲れるけど、でもなんか仕事楽しいし、お仕事とかだとなんか疲れんかも、熱いお茶です。優しい、おばあちゃんが熱いお茶くれた、ありがとう。熱いお茶をくれました、あったかい、優しいおばあちゃんだ。大人になったらおばあちゃんみたいなおばあちゃんになりたいわ。いただきます。あー、おいしい、おいしい。あったかいんだから、おいしい、いいんだから。まずお母さんになって、だってお母さんが頼んだみたいですよ。私が行ってからやってきた、ママが頼んだらしいです。あったかい、そう、お母さんマウント取るからすぐ。ピケーねえりゅうちゃん、ピケリンやめて、ピケリンまた出演しなきゃ。高い、うん、高い。あったけえ。マックス来た、マックスおかえりなさい。マックスあったかい、さっきまで寝とったけん、あんたあったかいよ、体が尻尾フリフリだね。マックスマックス、わお姉ちゃんね、あのね、熱いお茶持ってるからね、危ないんだ。マックスが来た、マックスの匂いがする、安心するわ。よいしょ、マックス、マックス、マックスだ、マックス、おお、膝の上に乗って、おお、わあ、かわいい。うん。かわいいですよね。うん。
最近のお風呂上がり、いつもこう。マックシュちゃん、足音キャワって言われてるよ。マックシュちゃん、マックシュ。あー、マックシュいい子だね、かわいいね。やち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 。やちやちやちだね、かわいい。よいしょ、よいしょ。チューはダメだ、チューはダメだよ。マックス犬アレルギーなんでね。まあ俺は負けねえぞって、俺はそんなに負けねえぞって。決められた未来、そんなのつまらない、どこかにある星の形へ。頑張れって言葉が嫌いだ、頑張ってるじゃん、うん、マックスやっぱり元気そう。マックスはねやっぱ元気なんですよ本当に。ここと、めっちゃ頭に残る曲だって。え、嬉しい、ありがとう。作詞時間は、まあその余裕を持って、まあ自分の時間も大切にして、まあご飯とか食べたりとかで1日まあ 2,3 時間1時間考えたりして、3、1、簡単に言えば6、7時間プラス1日の余裕って感じかもしれない。6、7時間合わせて3日くらいで、まあ何時間何時間、4日とか3日とかで、で完成形に近づけていって。でも私作詞する時ってその1日にドバッて書けないタイプで、まあ、1日に何個かいい文とかを並べて書くけど、結局は次の日になって、あ待って、こういう歌詞いいってパッて浮かんできたりとか、なんかひらめいてくるから、1日にドバッて書くよりかは、まあ1日に1時間2時間3時間バーってやって、あとはもう日が経つのを待って、アイデアなんか歌詞とかいいフレーズが浮かぶのを待つのみって感じかもしれない。でもその作詞時間、もともともこの時までには書かなきゃいけないっていうのが決まってたから、なんかまあ決められた期間の中でやるって感じだったかな。でも全然、でも自分が個人的に与えられた仕事はすぐ終わらせたいタイプで、なんかほぼほぼあんま溜め込むものが嫌いなんですよ。アンケートとかもそうだし、なんかだから自分に降りてきた仕事はすぐ済ましちゃいたいタイプかも。すぐ済ませるかな。そうなんです仕事パパッと終わらせたいタイプだから、なんか返事とか遅かったりとか、まだ決まってないことに関しては一切手つけないでまとめてやりたいタイプかも、そういうのだったら。だから5個とかにいっぺんに溜まって、なんか最初の方にミュミツとかやっても後々に、あやっぱこれはこうするって変わったり変更がやっぱあったりもするから、それならもうほぼ全部手つけないでもういっぺんにババッとやるタイプかも。でも作詞のやつはほとんど自分で決めてほとんど自分でやるって感じだったから、その自分が決めれて自分がここをこうしたいって進めれるやつはマジで秒で終わらせるよね。あとは期間が終わるまでにはまあもろもろ手つけて完成してって感じです。だからそんな制作時間はねそこまではかかんない、あんまかかんないんだけど、まあ時間が必要だよねっていうフレーズを思い出すのには、多分小説書くのもそう、小説とか書いててもやっぱこここうしようとか急に変わったりするから、妄想メールの話してるんだけど、小説とかもね
1日じゃ書けない。調子いい時は夜中に書けるけど、夜中に書いたやつ大体ボツになる。ほとんどそうかも。かわいいゆめさんの寝相体。じゃん。では皆さん何だと思いますか。そう、あなたを縛り上げるロープ。何言ってんだか、何言ってんだか、おもんね、つまんね、おもんね、つまんね、何言ってんだか、おもんね、つまんねえな。おもんね、つまんねえよ。カラオケしよう。そろそろうち充電なくなりそうだけど大丈夫そう。あのさ、もしさカラオケやったら本当にいつもホーム画面戻っちゃってさ、落ちるんだよショールームが。もしフリーズしたりするかもしれない。したらごめんね。えい、あ、行けちゃった。まあこれ歌っときますか。しゃーん。まあチームミクリオンシーということでカラオケしよう。しゃーん。皆さんのミクもミクに待ってますね。いけいけいけ。48、あなたの今日でミクリン推し、ほらチーム8、あなたの今日でミクリン推し、ほらチーム8、あなたの今日でミクリン推し、ほらチーム8、あなたは今日でミクリン推し、ほらチーム8、みんなで一緒にミクモンモン8 10 D 48 8 10 D 48。生のステージどうですか、どうですか、あまりに近すぎて Oh my god でしょ。歌とかダンスはどうですか、どうですか、これが噂の HKT です。大勢いると迷うでしょ、誰か一人を応援して。はーい、せーの、せーの、あなたは今日でミクリン推し、ほらチーム8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 。他のチームとどうですか、どうですか、うちらが可愛くて最高でしょ、でしょ、グダグダ MC どうですか、どうですか、なんでもありの HKT です。パフォーマンスが目を引いたら推し変したって構いません。まあ推し変したらしばくけど。せーの、せーの、あなたは今日でミクリン推し、ほらチーム8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 。私のことを好きになって押してくれたら嬉しいです。
たは今日でみくりんおしっこらチーム A、 あなたは今日でみくりんおしっこらチーム A、 あなたは今日でみくりんおしっこらチーム A、 あなたは今日でみくりんおしっこらチーム A、 一生懸命夢を追いかけています、成長しているチーム A に来てください、どんなに揺れてもここで歌っています、結局誰もみんなチーム A 推しですよね、ですよね、いい返事。はい、あ、いいお返事でございます。はい、えい、今日は 3.11 なので手のひらが語ることを歌いたいんだが、入ってるかいな、あ、入っとった、えい、ちょっと待って、タワー来たみたいです。あ、千一さんだ、聞こえますか、聞こえてるかな、せいちさんありがとうございます、聞こえてますか声、あ、こっちがマイクかな、ちょっとつけとこ一応、ありがとうございます、最高だ、私たちの別荘が2つもありがとうございます。せいちさんいますか、ありがとうございます、誠一さんおる、ありがとうね、嬉しい、ラブラブラブ、 I love you, I want you, I need you、 ラブラブです、誠一さんありがとう、今日からみくりん推しです、イエーイずっと推してくれてたんじゃなかったっけって感じですか、まあずっとみくりん推しということでありがとうございます、うん、はい、歌えるかな、よし、あった、今日は 3.11 なので気持ちを込めて歌わせていただきます、大丈夫かな、途中で切れたらごめんなさい、充電、手のひらで掴めるものなんてたかが知れている、指を大きく広げてみても何かがこぼれてく、それでも僕はこの手のひらなんて何度も差し出して目の前にある未来の砂をそっとかき集めよう、夢はいつも一人で見始めるもの、過ぎた時も忘れるくらい
知る。その砂をぎゅっと握ってみよう。言葉よりも先にこの手のひらの大きさなんて何も考えるな。充電大丈夫かな。もう10年でもまだ10年って感じですよね。本当になんか歌ってたら本当なんかさ、もう最初のもう歌詞からもうなんか充電器が届きましたありがとう。最初のさもう歌詞からなんかもうなんかみんなすごいもうや頑張っとるやん。検査ちょっと一回ちょっと怖いんで充電させていただきます。なんか自分もその被災地訪問とかねできたかな、被災地訪問とかもさせていただいて、その現地にいる皆さんがすごい笑顔でね迎えてくださって、なんか本当にもうねもう気持ちがぐわーって込み上げてきちゃって、もうこの歌ちょっとやばかったちょっとこの歌やばかった。でももうね悲しいことがね起きないようにねみんなで支え合ってまだまだね世界を平和に、日本を元気に、世界を元気にしていきたいですね。こんな時期だしね気持ちも沈んじゃったりもすることとかもあると思うけど、まずは一日一日に感謝して生きていることに感謝をしてですよね。自分もなんか今日も嫌だなとかさ思うことも多いけど、まずは感謝の気持ちを忘れずに、
これからもたねやっていきましょう。タマが来た。そうなんかさ自分はさ、まあ、全然比べるのも違うんですが、なんか熊本地震とかも経験したからなんかすごいなんて言うんだろう、そういうなんて言うんだろう気持ち、まあ、全然また違うと思うんですけど気持ちとかなんかグーってなっちゃいましたね。語彙力。溝野さん、タワーありがとうございます。溝野さん、あ待って、あそう、ちょ溝野さんともちもちさんカラオケに振られがち、ありがとうございます。タワーありがとうございます。ありがとうございますね。明るい未来になりますよね。本当にもうミクが神様だったらもう全員平和にしたい。一人一人辛いことが起きないようにさ、もう全員平和にしたい。平和、平和が一番優しい世界にしたい。うん、ずっと足音聞こえるっちゃんね。ほらずっとマックスがこっち来たかっとるもん。よしよし、どうしたマックス、歌聞いてた？愛犬がちょっと愛犬がねよくあのくっつくんですよ、く私に。なんか顔熱くなっちゃった。もうなんか歌ってたらさ、なんかもういいいい、なんかもうガーンってなっちゃってさ、なんかちょっと顔熱くなっちゃった。雪やさきさんだ、さあありがとうございます。ありがたい。うわ待って、マックスもありがとうって言ってる。よっこいしょ、マックスもありがとうございますって。せーの、はいありがとうございますって。耳がなんか眠そうな顔しとるけど大丈夫、あったかいもん。あこっち行け、よこいしょ。ありがとう雪うさぎさん。あの日のことを忘れたことは一日もない。本当にもう10年経ったから、多分その若い子たちはさ、なんて言うんだろう、その東日本大震災のこと詳しくさ知らない子もまあ10年も経ってるからいると思うんですけど、今でもその映像とかがさやっぱり残されてたりするわけじゃないですか。だからなんかみんながみんなそう毎日がこうなんて言うんだろう、毎日感謝してほしいなって思いますよね本当に。よいしょ、マックスがイヤホン噛もうとしてたから危なかったそう私がなんかよく手につけてるものを噛むんですよ。なん携帯とかイヤホンとかぬいぐるみとか、ぬいぐるみは寝るとき一緒だからですよ、ぬいぐるみとか。なんか多分嫉妬なんですかね。なんか結構私がなんかそのなんて言うんだろう、日頃携帯立てかけるやつとか充電器とか、なんかそう日頃私が何か構ってるものに嫉妬してるのか、めっちゃ手舐めとるそうなんですよ。スタンドとか、あーはいはい、可愛いです最近。そうですね、もう世界が一日でも早く平和な日を取り戻せるようにね。ちょっと今すぐ大事な話してる、ちょっと取り戻せるように皆さん一日に一日頑張りましょうね。いや私にできることはこれからも続けていきたいと思います。微力だと思うんですが、微力だと思うんですが、ちっちゃいことから一つ一つね、あの HKT とかじゃなかったらさ、こういうなんか被災地訪問とか絶対できなかったと思うし、まあ、今年は時期でできなかったんですけど、はい、あの生配信という形になったんですけど、これからも皆さんに元気を届ける存在でありたいですね。なんか最近っていうかまあ前からですが、なんだろう、あどうしたどうした前からなんですが、なんかファンの人をさ、なんか
やっぱメンバーが多いからさ、なんか一人で活動してるわけでもないし、なんかファンの人の悲しい気持ちにさせたりとか、辛い気持ちにさせたりとか、なんか悔しい気持ちにさせたりとかも多いじゃん。だからまあ一応ごめんね、一応はちょっと違うんですけど、まあアイドルなので、元気を届けられる存在でいる入れることを心がけて、これからもやっていきたいと思います。結構長く配信してますよね。もうあと何十分くらいかでちょっと終わろうと思います。多分、うん、これからもついてくれてありがとうございます。3月は割とほぼ毎日ね、配信できるときは配信しようと思ってるので、3月毎日配信ショールームおばさんなので、はい、まあ週、まあ何日間かはできないと思うんですが、暇な時間があればぜひ遊びに来てください。ポロポロ喋ってるので、コメントもなるべく拾っていきたいと思っております。うん、了解だ。見に行けるときは全部見ます。ミクのとは聞いてるとは引き込まないの、やっぱりミクのと。ありがとう、配信たくさんしてくれて感謝ありがとう。私自分の声と喋り方とかあんま好きじゃない、てか自分のこともともとあんま好きじゃない。そこまで好きだったけど HKT 入って嫌いになっちゃったんです。でもそういうところもなんかミクの歌が好きとか、ミクの声喋りとか好きとか言ってもらえて、なんかなんて言うんだろう、ちょっと自信が持てるようになりました。はい、なんで好きなのにいたって、なんかね、うーん、私はあんま好きじゃないの、なんかムカイラってくる、わかる。自分はね、自分のことなんかちょっとなんかあんま思わなくて、自分のことをでもこうやって徐々にね、ちょっとずつね、なんかまた好きになれてるのもファンさんのおかげで嬉しい、ありがとう。あとね、タワー無理しないでください、心配になっちゃう。本当にタワーなんか毎回ね、さ、配信するとファンさんね、同じ方とかね、もう初めて投げてくださる方とかね、タワーとかね投げてくださるけどね、本当にね心配しちゃうからね、多分無理しないでください、ギフトとか。はい、本当に心配です、大丈夫かなって。うん。はい、あと10分くらいで終わります。コメント読んどきます。うん、あと10分、はい、コメント読まれときます。コメントはい、読まれてきます。コメント読まれといてください。うん。ね、これずっと降ってきとるやつ何？あ、ホワイトデー。そうだ。しかもホワイトデーに、オンライン役しかありますよね。楽しみだ。ダフンだ。クッキーだ。そう、なんかバレンタインはチョコで、ホワイトデーはクッキーなんですよね。そうそう、可愛いってコメント以外で求めてるコメントなんですか？初めてそういう質問来た。可愛いを求めてるわけではないよ、言われたら嬉しいってだけ。求めてるコメントは特にない。なんかファンさんが聞きたいこととかを求めてる、みんなが聞きたいこととか。うん、でもまあ可愛いとか楽しいとか好きとか言われたら嬉しいよね。ミクも好きだし、
両思い、うん、今日めっちゃ大人っぽいって言われる。撮影のおかげかな。キュート、ありがとう。うん、え、すごい、なんか今私の鼻の穴からマシュマロ出たんだけど。あ、待って、やめて鼻にマシュマロやだ、どんどん鼻にマシュマロ入っていくんだけど、ウケる鼻にマシュマロ入っていく。ハクションマシュマロやって知ってますか、このさや姉さんの、え、姉さん、さや姉さんの、さや姉の、さや姉さんのゲイ。鼻にマシュマロ。じゃあ、わあ、マシュマロが大量って なっちゃう。知ってますかね、このあの鼻からマシュマロのやつ。私大好きなんですよね。すうなって。そう。じゃあ。鼻息。ふうん、メルヘン、そう、よく知っとるね。そうです。うん、みんなこの後どうするんですか。寝る。仕事はないよね。仕事の人もいるかな。夜勤の人とか仕事かな。ゆっくり休みましょうね。寝るわいだって。まあそりゃそうですね、私もあの寝ます。あるわだって。あの、お仕事お疲れ様です。爆睡だって。飯食おっかなだって。あ、何食べるんですか。めっちゃ気になる。みんなどんなご飯を食べとるとか気になっちゃうんです。うん、みくりんは何すんの。みく、今日ゆっくりお風呂に浸かろうかなって思います。ゆっくりお風呂に浸かって、睡眠も大事だから睡眠とります。ちょっとかな。あとは愛犬と遊んだりとか。でも犬アレルギーだからって感じなんですけど、なんかね、顔とか舐められたりしたらね、なんかもうやしはやめろ顔とか舐められたりしたらね、顔にねブツブツができちゃう、腫れたりするんです。でもなんかそのチューをね、なんかこうやめてって言うとね、なんかそのワンちゃんにとってはそのチューが愛情表現だから、なんかチューを私がやめてって言うと、なんかそれ愛情表現を断ることになっちゃうんだって。ネットで見たんだけど、だからすごい犬はね、ワンちゃんはショックなんだって。なんかそれをさ、それをネットで見てさ、もう私さ、犬アレルギーだけどさ、かゆいけどさ、なんかさ愛情表現なんだと思ってってやるけどさ、本当に痒くなるじゃんね。だけどもう本当に本当にね、嫌でね。なんか私が最近思い浮かんだねことはね、本当にごめんなんだけどね、こうやって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 やんの、わかります。あの唇だと思わせるんです、これで。こうやってたまに間違えるから、ワンちゃんが。なんかマックスとかまだ幼いから、イブはもうわかるんですよ。だからチューをそうって感じなんだけど、マックスとかも勢いで来るから、こうやってここをこうやって唇の形作って、これでこうやってやると、ここをちょうどここの中に中心的にブソって来るからなんかここら辺とかよくね、あのブツブツができるんですけど、唇とかも腫れたりとか、ここら辺ブツブツとかできたりするから、こここうやってここをこうやると、ちょうどなんかここに鼻がね長いからさ、フィットするんですよ。ちょっとこうやってってやってこうやってやると、マックス本当にここなんか手はあんまり起きないんですよ。犬とか撫でてもここは大丈夫なんですよ。そう、マスクしたらだって、そう、マックスはですね、マスクをしてたらマスク引きちぎるんですよ、もうって。そう、マスクを砕いちゃう、あのね、ぐちゃぐちゃにしちゃうの、引きちぎっちゃうから。だってタンスの穴を爪でこうガシガシした、あんな開けたんですよ。美味しい、ありがとう、投げてくれて。
だからマスクとかも意味ないんですよ、なんか引きちぎるから。本当に助けて本当に助けてほしい。そう、すごいんですよ。しかもねマックスってね、チューするときね、こう寝とったらね、めっちゃ襲ってくるっちゃん。で、いやーっていうほどね、めっちゃね、チューしたがるっちゃんね、喜ぶっちゃんね。でね、こうやってね、うわーってなりよるときに、なんか、うわーってなりよるときにね、なんかこう顔をこうやってやだってやるじゃん。してマックスね、ちっちゃい頃からの癖かわかんないけどね、顔をね、こうやって肉球で押さえるんですよ、だから。うん。みたいな。できないってなる。そう。愛情表現が本当にすごいんですよね。まあ。この後私もゆっくりするということで、そろそろね配信のアバターランキング読みたいと思います。13位、ミクのジージリンゴ、12位階段、11位マッチ、10位ピケトロピンク、9位銀一のケンさん、8位ミク大好きなおっちょさん、7位ベジータさん、6位リューチェルチェル、5位ヘルシアさん、4位聖一さん、3位ゆきうさぎさん、2位みぞのさん、1位もちもちさん。あとあの見てください皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。明日も時間があれば配信します。ありがとうございました。ゆっくり休みましょう。バイバーイ、おやすみなくさい、おやすみグリーン。